鎌があるよね。はい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 、ね、うん、自分の鎌持ってるさ、うん、で鎌にさ切れるように研いでさ、うん、どんぐり塗ったの。あ、はい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 、だから一個錆びねえさ。錆びねえ。錆びねえ。ああ、刃のとこ、そのあれ鉄のとこがね、うん、錆びないよ。錆びない、うん、なんでおめえのでそんな錆びねえんて、うん、鎌に言ったん。いや、みんなが言うんさ。ああ、なんで奥田の鎌だけそんな錆びねえお前仕事してるかって。いや、しようやんてあれ使い分け大変じゃん、分かるまで。ここにこうテープ貼るよ、うん、でここはどんぐりさ、うん、刃先だけ綺麗に研いだ後にテープ貼ってさ、はい、刃先だけ、はい、テープ貼いて、はいはいはい、さちょっとね粘土質出すやん、はい、ちょっとこうとんがるんよ6815がピッてベース上にしとったら、はいはいはい、それが切れるんよ。あ、そう知らない。あのね、それでほらさっき市の交渉漁師様とか冗談言ってただろ、うん、あれね、その市の交渉出す前にいちご丸鉢使ってすげえいいねいいねってかいろんな用途ですか、おじいさんかひいじいさんかのもらったなたかなんつうの鎌みたいなの山なんつうの軽いやつ、それをねなた、それがねぐらついちゃってで直したんだって。この付け根やろ。付け根のでね、めちゃめちゃ喜んでたんだよ。でほらそれはおほらひじさんかじいさんか、うん、もらった形見だからやっと使えるようになったっつって喜、うん、大喜びでね画像も言ってもらって喜んでね送ってきたことあるの、うん、だから鎌のは知らない。この鎌がさ、うん、鎌のは何、この鎌はね、こんなに注文だってボロボロじゃん鎌。そう、いや鎌はうちもだからあれよ、一生懸命さ研いで使ってるよ。うん、これで1万8000円。あ、そうで、いいあれじゃん、なんで内職騒ぎなんじゃん、ね、再来週か、どっかの農家が鎌を新品40本頼んだらしい小松菜を40本、うわ、妊婦の分まで高いよ。だって鎌だって、うん、これでもう1800円するんですよ。くわこれあそこから飛び起きる、うちは3畳から。はい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 、ね、だからその新品にさ施してくれって言うよ。はい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 、だから新品ならとがんでいけ楽勝さ。ああそうだね、あそういうことね、アコギじゃないよ社長。ああ、分かりましたどんぐりの可能性を引き出しよう。ああそう、分かりましたじゃあ全国的に紹介しておきますおー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 、アラミドね。